である鉄道員、鉄道省等に在籍した特殊狂気専用タンク式蒸気機関車である。鉄道員が建設工事用に製造した初の機関車である。本形式には、甘宮製作所製の6両と福岡県の深川造船所製の2両があり、両者は基本寸法は同じものの、製造の経緯や外観は大きく異なっていた。本項目では、 便宜的に、天宮製作所制を第一種、深川造船所制を第二種と呼ぶことにする。第一種は、1919年に鉄道院が初めて、天宮製作所に発注した、車軸配置0から4から0、飽和式で二気筒端式のウェルタンク機関車である。6両が製造された。製造番号は、 ケ101が232であったことが確認されているのみであるが全部で231から236だったのではないかと蒸気機関車研究家の薄ゲノ信は推定している運転整備重量は5.55トンで5トン機関車と交渉された全長は5メートル足らずである当時は軽便鉄道用の機関車としてドイツのオーレンシュタイムンウント コッペル社製が普及していたが、第一次世界大戦の影響で輸入が困難となっており、また鉄道員自体も機関車を輸入しない方針を打ち出していたため、にわかにこうした中小メーカーが脚光を浴びた経緯がある。設計は、鉄道員側が概略の使用を示して、天宮製作所側が実施し、承認を得る形であった。外観上の特徴は、 蒸気ドームの頂上部に設けられた加減弁とヘンシェルやハノーバー製の古い小型機関車に見られる独特の様式のワルシャート式である。また、金田茂広氏により同じ甘宮製の毛90型と純動系であることが解明されている。落成は1919 19年12月から1920年3月にかけてで配置は毛100、毛101、毛105が 東京建設事務所、家102が、秋田建設事務所、家103、百104が、田土津建設事務所である。その後は、熊本、岡山、米子の各建設事務所に、晩年は、岐阜、森岡建設事務所に配置された。施設局における、車虫番号は、番号順に14、13、25、3、2、1であった。品濃川電気事務所には、 前期がいずれかの時期に一度は配置されたことが特筆される。廃車は1953年度であるが、それ以前から廃車同然の状態となっていたものも少なくなく、例えば森岡建設事務所で釜石線の建設に使用されていたケ102、ケ104は1949年5月10日付で廃棄されているが、 実際の記録への反映は1953年度にまでずれ込んでいる。また、K101 は1950年に西武鉄道に払い下げられたが、書類上の処理は1953年であった。主要諸言動系基本形式は、研究者間では、旧系列の B 型4から5トン機と呼ばれるものに属し、1912年から1920年に、 かけて製造された。本形式は、その最も新しいものである。一覧は、次の通りである。タイプ1のシリンダは5イン10イン、軸距は3フィート6イン、動輪直径は1フィート8イン、または1フィート10インである。タイプ2以降は、シリンダ直径が5イン、2インとなり、タイプ6は55、8インとなっている。タイプ5以降は、軸距が4フィートである。 水タンクはタイプ3.56がウェルタンク、その他はサイドタンクである。広報立上ではケ107だが、現車表記はケ106第2種は、1922年に深川造船所で2両が製造された機関車で、第1種が建設局の発注であったのに対し、こちらは公務局の発注であった。製造番号は不明であるが、車蒸し番号は、 雨水の調査によれば49、49,50に相当する。基本寸法はほぼ共通であるもの、動輪直径をはじめ、形態は大きく異なっていた。まず目立つのは、蒸気ドーム側面に設けられた、加減弁である。また、ボイラーの大きさやシリンダの寸法は、同じ深川製の車軸配置0の6の0 k の o 百1 5 0型と共通であり、 第一種と同じ形式に編入したのは、随分乱暴な話であった。この機関車について特筆すべきは、番号の錯誤である。広報たちによれば、両機はケ 106, ケ107とされているが、現社に付された番号はケ 105, ケ106であった。つまり、ケ105が重複し、二者減損状態になっていたことになる。薄いが、 施設局と工作局の大腸を実験した結果によると、施設局では、天宮製の毛105は車虫1号、深川製の毛105は車虫49号と整理されており、工作局では毛1 0をポーター製、毛101、毛105、甘宮製、毛106、毛107を深川製としており、施設局の大腸の方が実態に即していたことになる。 工作局大長のポーター整家100は明らかに誤りで別の機関車との混乱があったと思われるが実態はつまびらかでない。第2種の2両は1922年12月に落成し東京改良事務所に配置された。その後山口、岡山、広島の各建設事務所をめぐり最後は新橋工事事務所であった。 廃車は両機とも1954年度であるが、実際はかなり以前から旧車状態で放置されていたようである。その後、両機は浜松工場で解体された。主要所言。ありがとうございます。